よく耳をカキカキしているなと気になってたのと、トリミングに行くとトリマーさんに耳の中がすごく汚れてましたっていう風に言われて、耳の奥がすごい汚れているので一回病院で見てもらった方がいいかもしれないですねっていう風に言われてたんですけど、一応病院の先生に教えてもらった耳掃除のやり方で、家で週に1回ぐらい耳掃除をしてたんですけど、毎回すごい汚れが、週に1回やってるにもかかわらずいつもすごい汚れてて、垂れ耳だしこんなもんなのかなみたいに思ってはいたんですけど、やっぱりちょっと気になって病院で先生に相談しようと思って行ってきました。まあ、先生も最初はそんなに汚くもないし大丈夫そうだけどみたいな感じで言ってたんですけど、耳の赤の色の話をした時に、結構ホエミの耳垢が黒いっていう話をしたら、それはちょっとなんかもうまずいかもしれないみたいなことを言われて、で検査をすることになりました。で検査をした結果、マラセチアっていう菌がすごくいっぱいいますっていう風に言われました。マラセチアっていうのが酵母菌らしくって、菌ですね、酵母菌で、それがかゆみを起こしたりとか、あとはその耳垢の原因になってたみたいです。普段使ってるのがこのノルバサンオチックっていう耳クリーナーです。病院でも同じのを使ってました。舐めないよ。これも併用しながらこの薬を病院でもらってきました。これを何、これを1日1回お耳に、両耳にビュッビュッとお薬を入れることになりました。で耳のお掃除も毎日やってあげるような感じでしばらくは続いていくと思います。頑張って治しますね、ホエミ頑張ろうね。早くなくなるといいね。ね。ほいちゃん。